今日は9月の3日です。幼稚園もね始まって賑やかです。これは剪定した枝を刺しといたオリーブです。で19本刺したんだけど、今ここに15個残ってます。4つ枯れちゃった。でも意外と成績優秀じゃないですか。でこれが、本当に根がつくかどうかでね、どうなってるかちょっと抜いてみてみようか。こんな根っこらしきものあるかな。これ枯れちゃうかもしれないけど、まだまだ辛抱ね。明らかに枯れてないので、もうちょっと様子を見ます。そして全部じゃないですけど、植え替えたウンベラータはこんないい感じに育ってます。元気だね、ウンベラータは。雨降ったりとか、まあ雨だろうな。雨が降ったことが良かったかもしれない。カンカン照りじゃなかったからね。そして今日はね、まだちょっと雨降ったりとかね、嫌な感じの天気なんですけど、で苗も買ってきたので、寄せ植えを作りたいのは山々なんですが、なんかもうびちゃびちゃしててね、汚れそうなので園芸作業をします。でこれはね、ナイトジャスミン、ちょっと前に仕入れて苗で売ってました。これナイトジャスミンってね、イエライシャンとかっていうじゃないですか。あれです。ちょっとエキゾチックな感じでかっこいいですよね。夜中に花が香るんです。でこれね、つぼみがこんなについてる。大丈夫かよっていうぐらいで、これが 3.5 ポットなんです。でイエライシャン、これまあ挿し木で育ててるんだろうけど、イエライシャンの鉢植えってね 3.5 で売ってることなんかほとんどないんです。だいたい7号ぐらいに植わってます。それなのでこれを仕立て直して、大きい鉢に植え替えます。5寸ぐらいに植えようかなと思いますね。こういう5寸ぐらいの鉢、まあ、3.5 から5寸だから、まあとりあえずはいいんじゃないかな。根っこを見てみましょう。見てこれ、こんな回っちゃってる。しかも黒くなってるところは根腐れ。水やりができないと枯れちゃうのが嫌だから、ちょっとね水浸しにしてあったりとかするんですね。でもそうするとやっぱりダメだから、早めに植え替えてあげた方がいいですね。一時的避難みたいな感じ、こう水の中にこう置いとくっていうのは一時的なね、もうどうしようもない時にやる感じなので推奨はできません。こういうふうにね、ちょっとね悪くなっちゃう。ちょっと洗ってみようか。ちょっと洗ってね、ついでに腐ったような土も取ります。腐敗しちゃってるとね、土にも悪い菌がうようよ出てきちゃう。このぐらいかな。こんな感じにしてみました。ひょろひょろの根っこじゃなくて、こんだけ根っこが出てるので元気になると思います。土も濡れちゃってね、それもやる気が出ない。ちゃんと雨よけの軒に置いといたんだけど、横殴りの雨で入っちゃったみたい。開けちゃうのも尺に触るのでね、使いますけど、これで寄せ植えつくのちょっとしんどいですね。はい、こんな感じで出来上がり。お掃除してね、雨っぽい時って汚れちゃうのね。こういうのも後でシャワーできれいにしますって言ってるとやんないから、今やるかね。かっこいいですよね。これが、室内とかに置いといて出荷されてるようなのだと、結構葉っぱがねひょろひょろっとパラパラ落ちちゃったりするので、これは外で管理します。外に置いときますね。これもまあそんな悪くなくて、こんなに絡まってる。こういうのは取っちゃうね。こんな感じ、ナイトジャスミン。でも全然違うね。これこんな花ついてる。こっちはこんなちょびっと株によってムラありで、こうやって株によってムラありっていう商品って、まあ、お花なのでよくあることなんです。それで、まあ、ネット通販してる人にありがちなのは見本画像にするのはなんとなく一番いいの使いたいじゃないですか。それで複数ありますなっつって5個売りますなっていうと、最後の方はまあいいのからね売っていって、最後の方はねこういうまばらにでもね新芽出てるんですよ。花芽こういう感じで見本花より劣るものになっちゃうんですよ。そうするとねやっぱりネット販売っていうのは厄介で、見本と全然違うとか言われちゃうのね。それでね、まあ、売ってる方だって心当たりがありますからなんとなくバツが悪い感じもするんだけど、まあ、同等品ですとか同じ仕入れのものですとか言ってね説明するんだけど、もうちょっと育てればねとかもうちょっと時期変われば同じように花つきますよとかね言うんだけど、詐欺じゃないかっていうね、そういう気持ちになる消費者さんっていうか買った人がねそういう気持ちになるのはよくわかる。それなので私はもうなんか面倒くさいけどそれぞれに番号を打って現物販売って言って売ってます。そうするとね、まあ、枝っぷりなんかは10枚ぐらい写真載せるのでヤフオクって1つの商品に10枚写真つけられるんですけど、私はできるだけ10枚写真撮ってで番号をつけてねで現物ですって売るんだけど、番号も1つ写真撮るのでそれで10枚だからだいたい9枚ぐらい写真載せてます。なんかね上から下から横から斜めからみたいな感じでアップにしたりとかそういう感じで写真を撮ってできるだけトラブルを避けてます。実はねナイトジャスミンまだまだいっぱいあるんだけどどうしようかな。123ちょっと見てきます。ナイトジャスミンこんなにありました。123418910個10個ねこれ植えちゃいます。24入りで買ってきたのかな。これでねこの苗の状態のやつをネット販売で今売ってる最中だから全部売れるかもしれないのでその数だけ避けてある9個避けてあるんで19個残ってるってことだよね。成績悪いね。まあ暑い時期にねあんまりガーデニングもないもんだから仕方ないとは思ってます。うちのね末っ子のバイクが盗まれてなんか心当たりを見に行くとか言ってねその盗まれた日にね仕事の帰りなかなか帰ってこなかったんですよ。私は息子はねとりあえず仕事に行ってるから110番してね午前中に。でどうしたらいいんですかって言ったらやっぱり息子が届けないと私はナンバープレートとかも車体ももう機種も分かんないからね、例えばあるじゃない川崎だとかホンダだとかねそういうのも分かんないし興味関心がないのでそういう状態なんでね息子さんが帰ってきたら警察に届けてくださいって言われたので。その息子が心当たりを見に行こうかなって思ってるって言うんですよって言ったらその心当たりのところにもしあってそれを取り返してくるとまたなんか窃盗とかになったりしちゃうからあった時点で警察に通報してください。頭に血が上って喧嘩なんかするとねまた別の犯罪になっちゃいますからね。それでね私はもうほんと心配だからね通報したらすぐ来るんですかって言ったら、まあ、できるだけ速やかに行きますというので、まあ、その通り息子に伝えました。そしたらね「あ分かった」って言っててでその日の夜なかなか帰ってこなかった11時ぐらいに帰ってきたのかな結局。それはその心当たりを見に行ってで詰めたけど違かったと思って詰められた人はその大きな迷惑だよね。それで警察に行って被害届を出して10時過ぎに帰ってきたら11時ぐらいに現場検証じゃないけど警官来るんでって言われて夜中の10時11時ぐらいにピンポンしてきましたね、制服警官が2人。もう嫌になっちゃう。それでまあうち今 DIY とかしてるからね、家の中が汚いわけですよ。でまさか家の中に入ってくるとは思わないのが、机貸してくださいとか言って、ね、テーブルなんか書類書くんでって言って、しょうがないリビングに入ってもらってね、なんかおまわりさんが真顔でね、うわ汚いっていうような顔してね、工事でもしてるんですかとか言ってね、もうご覧の通りですって感じだよね。で私はもう嫌だからね、2階の息子の部屋に避難した。それでね、まあ、おまわりさんが来て、事情聴取じゃないけど、その何が取られただとかいろいろね、書類を作って帰っていきました。もう書類を作るのがね目的みたいな感じでね、なんかこういうバイクの窃盗事件がありましたっていうのを書類に残す、そういうのが目的みたいな感じ。探そうとかね、まあ探すわけないよね、探すわけないけど、なんか写真すらね見ようとしないとか言ってね、息子はプンプンしてましたけどね。まあとにかくね、大事にしてたバイクが3台根こそぎ持ってかれたんでね、息子はちょっとね、ちょっとふてくされた態度でしたね。なんかその生真面目そうな警官でね、なんかなんていうのかな、冗談の通じない感じの人でした。まあね、窃盗の聴取をしてるんだから冗談言ってヘラヘラ笑われても困るけど、まあ世の中ってそういうもんですよね。そんな探偵でも雇って自分なんかやるしか見つけらんないんじゃない、そんなことしたって見つけらんない。それでね、まあバイクを売ってね、で長男とかになんか迷惑かけたりして、なんかね、なんだろう、引き落としに預金残高とかが足りなかったりすると、なんか車のローンね、事故のために売ってしまってもう手元にはないんだけどローンが残ってる車のローン、そんでそれの保証人になってるみたいな、うちの長男が。それで引き落としかけて落ちないで振込用紙が送られてきて払ったりしてるんだけど、なんかそれやるとね、なんかてきめんに長男のところにも振り込み用紙が来るのだ。結局銀行で引き落とししてないっていうところでもう延滞になってるんだよね、きっとね。それで保証人の長男のところに行って、でそれ重なると長男の信用問題っていうか、なんか信用にも傷がついちゃうんだって。それで長男が怒ってね、バイク売れば100万ぐらいになるんだから、それ売っちゃってとりあえず車のローンチャラにしろって言ってた矢先の事件でございました。なのでね、売る算段してて売る相手も決まってたらしい。まあ今更何言っても後の祭りだからね、まあそれにしたって100万円ぐらいだから、なんか厄払いだね。なんかすごい悪い厄をその100万円のバイクで落としたのかもしれない。でもね、その金曜日取られて土曜日だよね、土曜日仕事からなかなか帰ってこない時心配でしたね。連絡もつかないし、何してんのとかね、家宝のママみたいにね連絡入れても既読もつかないしね、なんかね心当たりのところを見に行くとか言ってたから、なんかすまきにされて、なんかねおだぶつとかそんなことはないでしょうねと思ってね。まあ十中八九そういうことってないんだけど、でも帰ってくるまで心配ですよね。なんか行方不明とかさ言ったって全然帰ってこないのとかね、彼氏が帰ってこないのとかそういう話聞くけど、まあ十中八九事件事故なんてないんだけど、でも実際顔見るまではちょっと心配。もうね、私ももう来年60だし、血気盛んの戦闘態勢の時期はもう終わってね、なんか心配性の母親になっていますね今ね。もう私はね、会う人会う人にね、息子のねバイクがね3台もねいっぺんに盗まれたのって言ってるんだけど、本人はね割と淡々としてるの。諦めがいいっていうか、なんか今までもねこうなんていうのかな、ちょっとおかしいでしょみたいなことはいろいろ体験してるから、なんか理不尽さにね慣れてんのかもしれないね、あの子はね、おしゃべりしてるうちにナイトジャスミン全部植えました。でね、まあ後日談としてはね、 Amazon でね防犯カメラセットを買いました。今日届いたんでね、後で開けてみますね。この寄せ植え作るつもりだったんだけど、ナイトジャスミンの植え替え作業動画になってしまいました。今日はこれで終わりにします。もうちょっとねカラッとしてほしいですね。